資格の大原社会保険労務士講座再チャレンジセミナーを始めてまいります私大原専任講師の一戸と申しますよろしくお願いいたします <laughs> 先日2023年度の社労士受験が終了いたしましたこのセミナーをご覧いただいている皆様は2023年受験でま悔しい思いをされたという方も多いことかと思います 以前聞いた話なんですけども、大成功した方々が集まると、もういつの間にか昔失敗した失敗談の自慢が始まるということがあるようなんですね。これも大成功した方は必ずいろんな失敗を重ねている。だからこそ成功者になっているということなんじゃないかなというふうに思うんですね。 成功の陰には必ず失敗があるということで、まあ、もしかしたら成功した方々はですね、失敗とは思ってないかもしれませんね。単なる大成功のための一つの過程と捉えているのかもしれません。ですから、皆さんも今回、受験の悔しい思いを失敗ではなくて、2024年に合格するための一つの過程だと捉えていただいて、ぜひこのセミナーでしっかりと自己分析をしていただいて、 2024年の合格に向け、どういった学習をしていただいたらいいかということを確立していただきたいと思います。では、スライドを使って進めてまいりましょう。まずはですね、2023年の本試験分析なんですけども、まあ、こちら、大原に採点サービスをご利用いただいた方のデータ、 いや、あとはまあ私が直接聞いた、もしくは今までの経験などもね、踏まえた形でお話しさせていただきますけれども、まず2023年の選択式試験。こちらにつきましては、まあ全体的には昨年度の同程度の難度ということで、昨年と同様の総合得点27点以上を合格ラインと予想しております。で、難度の高い科目としては、まあ雇用保険や厚生年金なんかが考え上げられるんですけれどもね、ただ、受験生の皆様の データを拝見いたしますと、科目の補正が入るほどではないかなというところなので、科目基準点は原則通り全て3点ということを予想しております。まあ、あの、ここ数年、もうちょっと長いですかね、選択式といえば、 もう手も足も出ない。もう絶対3点なんか無理じゃないかっていうふうに考えられるようなね。難度が非常に高い科目が1、2科目あったので、まあそういったことを予想していた方々かすると、あれそうでもないな今年は。危険じゃないかなっていう感想を持った方も結構いらっしゃったかもしれませんね。はい、で続けて、こちら、択一式試験ですが、まあページ数の割には時間かかるということで、えー、申し上げますが、 あの、去年おととしとか見ると68ページ、64ページ、60ページだったかな。ここ数年非常に長いページになっておりまして、で今年60ページは去年おととしとかに比べればなんか短めのようにも見えますが、まあ、それなりのページ数があるのと、あと結構時間を費やしてしまう選択肢が多かったので、 え、見直す時間なんかあまり取れないぐらい。え、解き終えれば、まあ、いい方でしょうぐらいな、ぐらいの、あの、問題だったかなと、全体的に優しいとは、まあ、言いにくいレベルの気がいたします。で、まあ、こちら、難度の高い選択肢が多い。まあ、これが原因の、お、主なものかなと思うんですけども、5択の選択肢のうち、それこそ4つ全然わからないとかね、4つ非常に、え、難しい。 ただ、ま、一個だけは分かって、それが答えみたいなものもいくつかあったりします。そういったところでやっぱり時間が取られやすいですね。で、難度の高い科目は、労災や一般常識なんかはちょっと難しい目かな、というところですかね。じゃあ、まあ、難しいなんだったら、あの、総得点なども低めなのかな、と思いきや、 採点サービスのデータを見ると、昨年よりも上がっている状況で、昨年の44よりも3点アップの47点以上予想ということになっております。で、科目の補正はなさそうで、まあ、4点、全部で4点以上かなと思います。で、まあ、この分析の結果なんですけども、特に卓一式が、え時間かかって難易度の高い選択肢が多いのになんでそんなに、え 合格ラインの予想が高いのかってことで、実際に今までの過去の私の講師経験15年ぐらいの経験と、あと、まだそんなに多くはないんですが、今年の受験結果を聞いた方のその普段の成績とかね、そういったところとかからちょっと推測も含めてお話しさせていただくと、あの、 難しい選択肢、何を言ってるかちょっと意味が取りにくいような選択肢を、うまく早いタイミングで、これ、わかんないっていうことで、えー、かわしい、あ、これはわかるぞっていうところに早く気がついて、そこでしっかりと得点を積み重ねているということがどうやらありそうなんですね。で、そのためにはやはり、えー 取れそうなところで確実に、え仕留めないといけないということになっているので、曖昧に知識があると、もちろん、これ、あれ、分かりそう、あれ、かんないかもみたいなところで、立ち止まってしまって時間不足になる。で、確実に取らないといけないものも、分かりそうな、分かんなさそうな、みたいな感じで、結局、得点が積み重ねられないということになるかなと思うので、えもうかなり基本知識については、 え、定着度合いがですね、思った以上に点数を取れている方は高い。で、今受験生は、あの、本当に合格レベルの受験生の基本知識の定着度は、ちょっと昔に比べてもかなり高くなっているかなっていう気がいたします。ですので、それに合わせた学習方法を取らないといけなくなっていると思います。で、これを受けてですね、ちょっと当たり前のことから確認させていただくと、まず、皆さんが達成すべくも すべき目標は、当たり前ですけども、シャロシ試験合格ですよね。はい。シャロシに関連する、知識をたくさんつけて、物知りって言われたいっていうことじゃないですよね。なので、とにかく試験合格を見せる。で、その合格のための手段としては、当然勉強しないといけないんですが、 まあ、一概に勉強って言ってもいろんなものがあって、とりあえず3つだけ挙げてみましたが、趣味の勉強、実務の勉強、受験勉強ってありますよね。で、当然皆さん何やるかって言ったら、上の2つじゃなくて受験勉強するわけですよね。なんでこんな当たり前のことを書くのかというと、やっぱり受験生の多くの方が受験勉強じゃないものをやる傾向にあるんですね。はい。まあ、実務の勉強っぽいことをしている方も多くいらっしゃいますが、まあ、趣味 としてやってるわけじゃないんですが、趣味っぽい勉強をしちゃってるんですね。趣味っぽい勉強。えー、受験ね、知識じゃないものを追い求めるとかですね。そういったものが非常に多いので、まあその傾向にある方、まあ特にこれ自覚ない場合が多いんですよね。えー、その質問、どっから出てきたんですかどこの問題ですかって聞いたら、いや問題とかに出てるのは見たことないんですけど、みたいなね。 え、じゃあなんでやるんですかいや、ちょっと興味があって、みたいな <laughs>。で、興味があって、そこが出れば最高ですけども、え、えー、今まで出題実績がない、でも興味がある。で、たまたま来年出るっていう可能性で非常に低いので、その辺ちょっと気をつけていただきたいと思います。で、続けて、はい。じゃあ、え、受験勉強、え、しましょうってことですが、受験勉強って何っていうと、この両方必要ですよってことで、まあ、まず、 イメージしやすのが当たり前の努力なんですけども、まあ努力はもちろん必要なんですが、あのー、なんか鉢巻き巻いて、やってやるぜみたいな昔ながらの、昔の漫画に出てきそうな、あのー、努力。もちろんそれも全く必要ではないってわけじゃないんですが、努力と根性さえあればなんとかなる。っていうふうに、 ええ、思っちゃいけないと思うんです、ね。努力、根性があれば、なおいいとは思うんですけども、もうとにかく努力と根性で、気合で受かる。気合だけでは受かりません。勉強の質が悪いと、いくら努力してもね、間違った方向に進んでいったら、いつまでだっても目的にたどり着かないっていうことになってしまいますのでね。今、あの、しかもですね、情報が、 え、本とかネットとかに、え、いろいろね、えー、もう、あの、反乱、えー、転がっていますしね。で、学校もいろいろありますから、どうやったら、えー、合格できるのかっていう情報はいっぱい流れていますね。えー、なので、その情報をうまく入手して、本当に受かる勉強を入手して、効率のいい勉強をする方が、えー、たくさんいらっしゃるので、 自分だけ回り道したら、そう当然つくのが遅くなりますのでね、確実に負けます。それを気合でって言っても、努力気合で勉強時間をちょっと増やして追いつくレベルではないので、なので、両方を兼ね備えてないと、今の試験では立ち打ちできませんので、気をつけていただきたいかなっていうふうに思います。でも、自分はもっと効率のいい勉強を探したいんで、えー、なんか、あの、そういう勉強はあんまり良くないって言われてるやつでも、お もっといい方法があるんじゃないかとかね、いうことで、えー、なんか自分でいろいろ事例作ってやってみるとかね、これが効率いいんじゃないかとかね、えー、いうふうにやってたりするんですが、そういったものももうみんな思いついてるわけですね。え、で、それで過去のもう長い歴史で受験生がそれをやって、受からないということを、まあ、残念ながら証明してくれちゃってるわけですね。もう、あの、決着がついちゃってるわけですね。 で、そこを決着ついてるって言うと分かんないじゃないですかって、もう一回私が試しますってやっても、結局、まあ、同じ結論になることは、もう明らかなわけですね。えなんですから、今はもうね、こういうやり方がもう王道です。もちろんね、細かいね、あの、具体的な暗記の仕方とかはね、多少アレンジとかそういうことはあると思うんですよ。なんですが、王道から大きく外れた、もっといい方法があるかっていうと、多分もうね、え見つからないかなと思うので、 を決まった、えー、私たちがお伝えするやり方でやっていただくっていうしかもう方法はないかなというふうに思います。じゃあ皆さんがどうだったかってことなんですが、はい。まあ自己分析で、じゃあその、私が今申し上げたような受験勉強を2023年受験のためにやってきたのかということを検証していただきたいんですがね。はい。えー、興味納得を重視していなかったかと。えー、まああの、ご質問いただくとね、えー せえって。えー、労働基準法のこれこれと、防災保険法のこれこれって似たような場面ですよね。そうですね。なんでこっちは認めてこっちダメなんですか納得できないんですけど。<laughs> 納得できなくても今そういう制度になっちゃってるので <laughs>、えー。えで、えー、こっちは認めてこっちは認めないっていう結論がもうね、法律に決まってるので、それが変わることはね、法改正がなければな、あの、あり得ないんで、それが納得できなかろうが、もうとりあえず、うもう覚えるしかないわけですよね。はい。えー、あとは、 あの、先ほども申し上げましたが、昨日3時間かけて、A さん、B さん、C さんが登場する、こういう事例考えてきました。この場合どうなりますってやったところで、すばり、あのたが考えた、あの、事例出ましたね、なんてことは、まあ、今までもなかったし、婚姻罪ないので、その時間に、 覚えるべきね。出題されている項目を覚えた方が効率に決まっているんですから。だから、ご自身の興味、納得、あと、どうしてこうなっているのか、理由が知たりたいとかね。こういったことをやってしまってないか。をしっかりと今考えてください。そんなに時間がかけかなくてもね、わかると思うんですよ。講師に、先生、これってなんでこうなっているんですかって聞いたことがあるかどうか。聞く人は質問のほとんどが理由っていう方いらっしゃいますからね。 はい。これはもう過去の受験生が、え、理由を聞いたら売っている人は受からないっていうことは、もう完全に証明してくれてますので、はい。例外はほぼないので、なので、え、え、1年間振り返っていただいてね、なんでこうなっているんですかって聞いたことある方。このままじゃ間違いなく2024年も合格しないっていうことに早く気づいてください。はい。え、で、まあ、下の、 手段は正しかったかっていう、こちらなんですけどね。まあ、これも、まあ、ちょっと抽象的かもしれませんが、合格へ最短距離に向かっていたか。まあ、興味納得を重視していると、まあ、最短距離じゃないわけですよね。はい。えーね、合格へ最短距離で、まあ、ちょっと、あの、わかりにくいところはね、えー、後でじゃあどう解消するかっていうのはまたお伝えしますかね。もう、とにかく、まっすぐ横道にそれずに合格、というゴールに向かっていくことを常に意識しておいていただきたいというふうに思います。はい。 で、逆に正しい受験勉強で、これをしてないと努力根性でカバーできませんので、当然、得点力不足につながってしまい、得点力不足ってことは得点が重ねられないので、得点重ねられないけど、あなたはなんか素晴らしそうだから合格しますという例外はありませんので、得点ができなければ合格にはならないということなので気をつけてください。で、その、得点力不足の二大要因、ね。まあ当たり前っぽいですが、知識不足と実践力不足ですね。で、まあ、 あの、知識不足の知識は当たり前ですが、特典、社労士試験の特典につながる知識ですからね。物知りっすね。全部試験出たことないですけどね。っていう方はね、私知識あるから受かると思います。っていうことにはなりませんので気をつけてください。じゃあどうするのってことで、まず知識不足なんですけども、要因として3つ挙げました。で、1つ目、学習内容が細かすぎる。で、2つ目、手を広げすぎる。 で、まあ、この、細かすぎる、広げすぎるなんですが、この二つをやるから基本事項が定着し,ないしていないにつながると思ってください。当然、時間は有限ですので、細かい学習内容を勉強し、手を広げてたら、基本事項まで手が回りませんので、で、結果、この二つをやることが悪いというよりは、結果基本事項が定着しないので、 点には結びつかないということですね。ですから対策としては当たり前ですが、優先以上の高いね、出題頻度が高いものから学習をしていく。はい。で、えー、実際に知識がないと合格できませんので、えー、覚えるんですが、ただ理解と暗記をバランスよくというふうに書きましたが、あのー、まあ、年金科目などね、一部の項目については理解しておいた方が、 えー、押さえやすいとか覚えやすいとかね。あと、応用がいろんなところに効くとか、そういったところもありますので、そういったところは当然講師の方で、この規定の制度趣旨はこれで、だからこうなってます。これ覚えた方がいいですっていう説明があるかと思うので、そういったところはしっかり理解していただいた方がいいと思うんですが、 そんな理解ができるような項目ばっかりではないですね。例えば数字とかも意味がある数字とかもありますが、例えばある科目の給付の時効が5年と2年に分かれている。で、こっちは給付地帯が短いから時間も短いですぐらいわ分かるとしても、だからといって5年と2年に分かれる。 なんか、あの、理屈にはなりません。短い理由にはなっても、なんでじゃあ2年であって3年じゃダメなのかっていう理由にはならないので、そこを理屈でって言われても無理なんですね。ですから、えー、もうただただもう、理由とか理屈で覚えられないものは暗記するしかないのでね。ただこれ、えー、理解と暗記をバランスよく、なんか50対50って発想はやめた方がいいと思うんですね。というのは、受験生の傾向として、理解重視になってるんですが、理解でき、 え、理解して覚えられるところの方が圧倒的に数少ないので、なので、ほとんども暗記だと思った方がいいですね。理解でき、理解した方がいいよっていうところの方が数は、割合は少ない。えー、ですので、講師がこれはこういう理由です、理屈ですって言ったところは、これは理屈知ってた方がいいんだなと。 でも、ここは2年なんで、っていう終わったところは、もう陸地じゃ無理なんだなと思って、覚えてください。で、それを覚えるときにはね、えー、覚えてくださいって言われてもそこがつらいんですよっていうところだと思うんで、まあ、一つ、あの、書いておきましたが、対策としては五感を振る活用。まあ、五感といっても、あの、触覚、触る触覚とかね、あの、匂いの収穫とかはあんまり直接は関係ないかもしれませんが、まあ、勉強といえば目で見るっていうね、これがま、当然、メインになってくるとは思うんですが、それだけで厳しければね、例えば、 音読するとかね。えー、あとはまあ、全部やると大変になっちゃうと思うので、一部こう書き出してみるとかね、えー。こういったこともやっていただくといい,い,いところですね。例えば仮に、この知識不足要因123っていうのが、あの、何かの給付と何かの支給要件だとすると、知識不足、これをもらうためには、1と2と3が必要です。これを覚えましょうってなった時に、まず最初は当然だから、知識不足は学習内容を細かすぎる、手を広げすぎる、基本事項が定着しない。 っていうことを、あの、目で追っていくわけですね。で、その後、えー、ぶつ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 言いながら覚えたりすると。で、耳で、えー、覚えると。で、それでもダメだったら、じゃあちょっと書いてみようかなってことで、まあ全部書くと大変だったら、細い、広い、木みたいな感じで書いてみるとかね。で、それをやって、で、それで終わりじゃなくてね、それでもまだ覚えてないかもしれないからチェックするということで、じゃあ、知識不足っていうのを言えるかどうか、ね、テキストから目を離して言ってみよう。1個目。 学習内容が、えー、細かすぎるだなと。終わって OK と。2個目。あれもう忘れちゃってるってなったら見て、あ、手を広げすぎるかって言ってちょっと、ちょっと広げるって書いてみようかな。みたいな感じでやってね。そういったことを駆使して、で、なんとか頭に定着させるということをやっていただきたいと、え思います。はい。で、続けて、はい。学習すべき項目ってことでね。あの、 手を広げすぎるっていうところなんですが、まあ、学習範囲で、ね、これがあの試験に品質する、ここを覚えてれば合格内に届きますよって基本事項だとすると、あの特に経験者の再チャレンジの方は、どん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 学習範囲を広げていく。まあ、極端に言うと、大原のテキストでも昔勉強してた法律、今もう全然ここ5年10年出てないからもう割愛しましょうっていうね。 え、なんとか法って最近テキスト載ってないんですけど、これ何でしたっけって聞いたところで、え、いや、出ないから外したのに、わざわざそれを、あの、拾ってこなくてもって話ですよね。それをやってる間に、え、品質項目がどんどん抜け落ちていきますので、まあ、それはもう合格しなくなっちゃいますよね。あと、試験出てる項目だとしても、どんどん深くしていく。例えば、労働基準法の、え、年次有給休,休暇の比例付与ね。はい。あれは、あの、4日以下とか、週30時間未満。 この辺の要件はしっかり押さえないといけませんが、じゃあ比例扶養対象者になっちゃったとして、年給が最初何日もらえるんですかっていうのは全て,て問われてないわけですね。そこを追い求めたところで、失礼される可能性ないですし、なんか突然いきなり来年出ちゃったとしても、まあみんな合格レベルの方はみんな勉影響してませんから、みんな間違えるから差はつかないわけですね。少なくとも自分だけ負けるってことはないわけですね。ただ、もしかしたら出てるかもしれないからってことでこの辺やって、 え、いて、で、合格レベルの方みんなこの辺やっていて、で、えー、なったときに、当然、まあ、こっちの方が出る可能性高いので、<laughs> どうやってももう、立ち打ちできないわけですよね。だからこの右下の方の方向に行っちゃうと、これはもう合格しない方向にどんどん進んでるということになる。ね。逆に、 左上の方、にどんどん狭くしていく。このグレーの部分は、取材されない可能性が高いところなんで、ここやっても点数に結びつかないんで、どん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 狭めていく方向に持っていっていただきたいというふうに思います。でまた繰り返しになりますが、満足感、納得感を追い求めるんじゃないですからね。はい、皆さんが自己満足する、納得するために勉強しているわけじゃなくて、まあ、本当の意味の納得は合格ですよね。合格した納得ですよね。 そのためにやるべきことを間違えないようにしていただきたいというふうに思います。はい。で、続いて実践力不足なんですが、ね、要因としては必要な量の演習をそもすもね、絶対量が不足していると、あとは演習のレベルがね、その時々のやるべきレベルではなかったっていう二つがあるので、対策としては、もうとにかく絶対量を増やすためには、早期から演習を行ってね、で、必要な量を確保するということですね。 あとは適切なレベルの今のタイミングでやるべきものをやんないといくら量をこなしても力はつかないということですよね。というのはあの、そもそもですね、まあ実践力不足ってありますが知識がついたら問題は必ず解けるかというとすぐ解ける問題も中にはありますけれどもあの、やっぱり問われ方とかね、こう聞かれたらこう答えるみたいなものっていうのはある程度の経験的なものが必要なんでね。 えー、それはやっぱり演習問題を解くことによって使える知識にしておかないといけないのでね。えー、そのためにはやっぱり絶対量が演習に必要になってくるし、その時のレベルに合ったものじゃないとね、もう一瞬でみんな解けますって問題を言から解いても力つきませんよね。ある程度こう筋肉がある人が軽いね、えー、なんかナンベル的なものを持ち替えて、 上げてもちょっと自分のレベルよりちょっと高めからぐらいにやると筋肉つくわけですからね。演習も同じでね。もうとにかく、えー、今の時期にレベル上げるために、えー、ちょうどいいレベルのものを解くようにしていただきたいというふうに思います。はい。で、まあ、まとめ的な感じになりますが、合格学習法としてね、学習スタンスは基本事項の定着、えー、実践力の要請を、まあ、平行学習することですね。 はい。あの、知識をまず完璧に身につけてからじゃないと問題解けないので、先に問題解かずに知識だけつけますって言ってもダメですよ。これ同時並行していく相乗効果が出ますからね。あと、まあ、声をう大にしていたいのは、基本事項の定着。この基準はなるべく高めに設定してください。まあ、事相談とかを受けると、えー、本当にこの傾向が多いんですが、えー、知識ありますか私、知識はあるんですっていう時のあるの、ね、基準がだいぶ低いです。 ちょっと、この画面に映りませんが、私の床より低いぐらいの人が多いですね。知識ありますありますよ。って、おっしゃって、実際、詳しく聞いてみると、それあるって絶対言っちゃいけませんよね。っていう方が多いですね。もうとにかく合格される方の知識の定着度って恐ろしいものがありますので、そうじゃないと、今年の問題もそうですけど、ここ最近の傾向、卓一なんかそうですけどもね。 えー、完全に知識が定着しきってないと、あの、難しい問題と簡単な問題の選別も難しいですしね。えー、あとその場で基本事項を思い出す時間とか取ってたらどう考えても間に合いません。えー、まあもちろん講師の私は基本、えー、知識は頭に入ってますが、それで解いてもそんなに見直しの時間取れないぐらい時間かかりますので、受験生はとにかくそこに集中してね、しっかり、あの、 えー、知識を定着させること。先ほどやったね、あの、えー、ま丸い丸ま,ま覚えるって,、ね、っていう作業をしてね、瞬時に答えが出るようにね。はい。えー、労働基準法の、えー、使用者といえば、つっ,ったら事業の事業の経営担当者の事業の農者に関する事項について、事業の人並に行為をするすべてのものみたいな感じで、えー、出る私で結構時間ギリギリですからね。ねもちろん受験生の中では私より早く寝、ね、言える方います。ねまあ、それは相当な訓練を、えー、こなしている方。 で、そのぐらいの圧倒的な実力をつけないと、今、この、社ロ試験のレベルを確実にクリアできるとは言えません。その辺が結構曖昧だと、受かれる可能性がゼロとは言いませんが、10回受けて1回受かるかどうかですね。はい。まあ、どんなに知識定着させても100回受けて100回でも受かるレベルにはなかなかいかないと思うんですけども、まあ、10回中9回は受かるかなぐらいの方はトップクラスの方だと今、そこまで行きたいですねで。そこまで行くためにはやっぱり相当な、 知識の定着が必要になってきますので、えー、ちょっと今日ね、これあんまここはお話し,しすぎちゃうと、あの、セミナーの時間オーバーしちゃうんで、ちょっとあの、また、えー、各講義のガイダンスなどに譲りますけどもね、とにかく合格される方、 え、しかも、あ、やっぱりこの方余裕で受かったか、って予想通りの方の知識の定着度は皆さんが想像するはるか上いってるので、え、ちょっとそこはね、え、基準を、知識がありますの、基準をかなり厳しめの上に設定していただきたいと思います。で、はい。えー、その基本事項の定着、実践力の要請のためにはね、カリクラムに合わせた構造などのカリクラに、 カリキュラムに合わせた講義書と問題演習が必要ということなんですが、あの、これですね、えー、自分でやりますってなると、基本事項がどこなのかっていうことの出社選択をまずやる時間が取られますので、それで、ね、本試験に来ちゃいますので、ここはとにかく、あの、他の人に、ね、学校なりに任せてください。はい、そこをやっている時間ないです。基本事項のね、えー、かなり高い基準での知識の定着、これをするためには、出社選択の時間を省いてください。 はい。あと問題演習をね、どこのレベルの今問題をやるべきなのかっていうのを自分で探すの大変なんで、これも学校などが提供するものでやる方が早いということになります。じゃあ大原はっていうことなんですが、その辺はちゃんと考えてまして、合格カリラムとして、労働編からスタートします。労働基準の1回目スタートします。で、すぐ復習していただきます。で、第2回目の講義行く前に講義の冒頭でミニテストやります。これあの、経験者合格コースっていうね、えー、ものだと、ミニテストの代わりにね、 講義の最後に、サブの演習サブノートというのでありますので、まあ、あの、テスト的なものは入ってますからね。はい。えー、ちょっと名前は変わったりしますけどね。で、えー、次の講義を受けていただいて復習して、で、次回の講義の前にまたミニテストでチェックします。で、科目1科目ないしは2科目とか終わると、確認テストって形でもうちょっとレベルアップした。えー、マークーこちら簡易的なテストね、ミニテストは、えー。確認テストはもうちょっとしっかりしたレベルは高いね。 確認テストを受けて、実力を測っていただきます。で、次の科目に行って同様のことを繰り返して、労働編全部終わりました。さらに難易度が上がった。そのレベルに合わせた、中間テスト労働編を実施します。これ全科目、労働編入ってます。結構難易度高いです。これでさらに磨き上げます。で、労働編終わったら、社保編で同じことを繰り返し、中間テスト社会保険編までやったら基本講義終わり。で、直前対策に入って、演習たくさん積んで、さらに 仮想本試験、統一模擬試験を受けていただいて、えー、本試験に臨んでいただくって感じで、まあ講義ももちろんね、どこが重要、どこが重要じゃない、これ最優先にまず覚えて、みたいなところで、しっかり優先順位つける講義を大原やります。で、ミニテストやサブノート、確認テスト、中間テスト、もし、さらにちょっと省いてますが、直前演習たくさん、えー 高いレベルのものね、その時にあったレベルのものを用意してますので、皆さん何も考えずに、えー、何をやるべきかは考えずに、その提供されたものに集中していただければ大丈夫です。であと、こちら、えー、講義のガイダンスなどで時々ご紹介するエビングハウスの忘却曲線というものなんですが、まあ、昔の外国の学者さんがね、調べた実験結果ですけども、はい、勉強したものをどのぐらい覚えられているのかなとってことなんですが、20分後、勉強した後20分後にはもう42%を忘れます。 1>, 1時間後には56%パー、も半分以上忘れます。で、忘れること自体はしょうがないです。人間ですからね。で、それが分かっている人間みんなそうなんですから、そうならないように、はい、下がりきっちゃう前に、早いタイミングで再復習、再々復習をしていただければ、高いレベルでね、維持ができるので、早めに復習、手をつけていただきたいと思います。 で、前のスライドのまとめみたいなものですが、知識不足、実践力不足、それぞれこれらの対策をとっていただいてね、優先順位の高いものからしっかりと暗記していただく、で実践力不足にならないように、レベルが高い演習をたくさんやっていただくっていうね、ことが必要になります。でその ために、じゃあ何受ければいいのってことですが、コース選択ですが、もう私、支給要件的な基本的なものを、もう今年の受験のための勉強でマスターしてます。高いレベルに設定してもクリアできてますよ、という方、必勝リスタート講座プラス経験者合格コース。で、基礎もまだちょっと曖昧なところありますっていう自覚がある方、基礎からしっかりってことで、初学者の方も対象にしている社の主合格コース。で、ある程度しっかりし社授業をやります。 それ以外にも通信教育ね。こちらはあの教室の通学もありますが、通信、ウェブ通信しかないんですが、社老師24っていうね、インプットの時間を凝縮してね、いる社老師24後で紹介またしますが、っていうものもあります。これだから選んでいただいて、とにかく全てに共通。9月スタートおすすめです。はい。あの先ほど言ったように合格される方、10回中9回は受かるだろうというような方の定着度の、 レベルは相当高いですからね。えー、なので、いやちょっと疲れてるから数ヶ月休んでっていうところで始めても、そこまでたどり着かない可能性が高いので、とにかく早くスタートして知識の定着、実践力の要請してください。 はい。で、社労士二24ね、先ほどちょっとご紹介しました。24時間前後で、す、え、べ、ー、ての科目のインプットがもう終わってしまいます。で、こちらで学習したいという方ね、ウェブ通信79,800円ということなんですが、はい、長いコース考えてますという方につきましても、こちら復習で非常に使えるということで、大原コース性価格、かなり大幅割引しております。まあ、大原性の、 二人に一人ぐらいはね、つけていただいているということですが、復習用にご活用いただくこともおすすめです。で、シャロシー24だけでいきますという方につきましては、直前のね、演習とかもしついておりません、それもつけると、12万8千円になりますので、まあどちらか、コース長いやつか、 24か、それか、まあ、併用か、ということで、ご検討いただきたいんですが、こちらね、大原の学習スタイル、ご提案としては、その、社論士経験者合格コースや、社論士合格コースの通学もしくは通信、こちらに社論士24をつけるのが、まあ、王道のパターン。もちろん、どちらか単体でも大丈夫ですね。はい。で、え通学講座。 の方、すべて出席できない可能性あるんですけど、って方ご安心ください。ウェブ講義、標準装備なので、収録されている授業をですね、お家でウェブでご覧いただきますので、どっか抜けちゃうってことはありません。しかもそれ、アプリでダウンロードすることも可能ということになっています。あと、え、コーナーを申し込みいただくと、紙の問題集をお配りするんですけども、 卓越式のトレーニング問題集はアプリでもありますので、ちょっと有料にはなるんですけども、えー、まあ、紙の問題集とかを持ち歩けないという方とかね、電車の中とかそんなスペースないよって方は、あの、スマホなどでもね、問題解けるようになっていますので、こちらもご検討いただければと思います。はい。で、あと、割引制度などですが、えー、最重工、大原のコース、学習していただいた方については、えー、割引30%。で、本試験の受験経験、えー あるということで、まあ、受験票などを持ってきていただければ、大幅で学習経験なくても20%オフで。で、まあ、ただ、写真授業の分は、あの、くということになります。あと、えー、合格している可能性もあるぐらいの点数取ってるんですけど、って方。で、ちょっと心配なんで、受けようかなとっていう方、でもお金がっていう方はね、えー、合格した場合は返金されますので、えー、万が一のために、あの、受けておくっていうのも一つの手かなというふうに思います。 で、これであの、セミナー自体はね、えー、終了ということになります。まあ、あの、悔しい気持ちはね、えー、ま、難関資格にチャレンジ何回もね、してる私で失敗も経験してる私の気持ちは非常に、ま、わかるんですけどもね、えー、悔しいって言って下向いてても、あの、前にはね、進みませんので、もうとにかく、もう一度ね、立ち上がって、えいただいて、で、まあ、難しいことにね、えー チャレンジしたからこそのね、悔しさだと思うので、先ほど最初の方にお伝えしたように大成功するためにはね、やっぱり失敗の過程が必ず必要かなというふうに思いますので、もう一度ね、立ち上がっていただいてね、合格に向かってまっすぐ進んでいただければと思います。その際ね、大原もしご利用いただけるというのであれば、一緒に合格までね、突っ走っていければというふうに思います。本日は以上で終了とさせていただきます。ありがとうございました。